11月30日月曜日の夜でございます。平山茂でございます。こんばんは。私は今日ですね、仕事今終わりまして、時間は19時50分、7時50分になります。今仕事が終わりました。で、今いるのは三軒茶屋ですね。ちょっとせっかく三軒茶屋にいるんで、ちょっとね、ちょっとだけお買い物するよっていう日にします。今日は大丈夫ですよ。大丈夫。そう、ちょっとね、仕事用のズボンを買おうと思ってるんですね。ズボンをね、探すんですよね。ズボン、ここは普通のアメカジショップみたいなところで、ジーパン、仕事用。これあったかいぞ。あったかいけど、あ、ちょっとそういう生地か。いや大丈夫。あ、これは大丈夫。いやでも生地的には大丈夫。あー、いいけどな。いや大丈夫だな。ちょっと分厚いか。大丈夫な感じのズボンをね、探しますから。いや今日はね、満月なんですよ。満月、本当にすごい。さっき満月見たらめっちゃ眩しかったな。眩しいっていうぐらいね、本当に。大丈夫ですよ。あー、いいねこれ。大丈夫。やばい、蛍の光が流れてる。おわ、ちょ、これすごいな。めっちゃメキシコだ。まずい。終わるぞ。ちょっと待って。ちょ、うっそ、これもいいけど。大丈夫だよ。あ、ちっちゃい。大丈夫だな。諦めるか。今日は諦めよう。よし、また明日だな。また明日ですね。終了ですわ。また明日ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。